阪神ドラ1下村海斗元 NPB 審判が大絶賛、山本由伸やん。NPB 審判員を務めた柳井良平記者33がフル装備で選手たちの魅力をジャッジする突撃スポニチアンパイア。今回は38年ぶりに日本一となった阪神からドラフト1位指名を受けた青学大の最速155キロ右腕下村海斗投手4年に突撃した。投じた73球で山本由伸2世と感じた。理由がある。オリックス山本は文句なしのプロ野球の一投手だが、ロッテ佐々木明の方が直球は速く、フォークはオリックス宇田川も負けていない。高い制球力を備えた上、直球と同じ腕の振りから投げ分ける多彩な変化球が強打者たちを苦しめる。下村も同じだ。大抵の投手はリリース時に球種がわかるが、下村は直球、ツーシーム、カットボール、フォークは本塁近くでやっと判別できる。普段の記者席からはわからない特性だった。しかし下村ってびっくりするぐらいコントロール A7 を3からでも勝負できるやろ。あれ最近のどんでんの言動からしても今回真っ先に取りに行ったのも納得やわ。あの球種の多さ、制球の良さ、指名順位の高さ、セットアッパーさせるのはもったいなすぎるわ。西潤とニコイチで回して15試合くらい先発するシーズン繰り返せばそのうち伸びてくるよ。下村は下半身の使い方がいいなぁ。体ができてなくてあのコントロールとアベレージ150前後ってことは成長したらマジで山本由伸レベルになるのでは？登録お願いします。